え、ブロークンムーンなの？嘘でしょ。え、なんでなんでよ。それ見て、スケルトンじゃないの。正直絶望してる。またブロークンムーンなんですか。やばいよ、それ。レオ様の力で変えられないこれ。あ、家に電話する？頼む、マジで。一回。ワンチャン変えれんかな。ワンチャン変わりそう。俺やだこれっていう。あ、そうだ。ああ、マスターだったから覚えてなかった。起動とかあるんかいしょ。起動タッピさんがマスターって珍しい。みんなでおそろいにしようよ。マスターにするからじゃん。みんなでマスターにするか。初めてかも、マスター起動つけるの俺。今初めてかも。行ってみたいもんだな。そんなことが。何のキャラがいいよこれで。ま、負けたくないよね。分かんない。負けたくないんだったらブラハとか。ワンガン？あ、だとしたら俺ブラハやろうかな、一回。いや、レブは良さそうだけど、レブ多分全然強いと思うんですよ。レブは個人が強そう、一人で行って、みたいな。でも、ホライゾンもホライゾンで言えて強いもんな、まだ。え、ただあれでしょ？ウルトの30増えただけでしょ？そう。だから弱くなったらみんな言ってるけど、そんな弱くなってなくない？あんま。ね、そんな変わってない気がするけど。てかなんかさ、俺これ嫌な傾向だと思うんだけどさ、ウルトのクールタイムをさ、縮める、長くするとかでさ、調節に良くないと思うんだよな、俺。良くないんか。だってさ、そのキャラの固有なものじゃん。スキル自体をさ、弱くして回転させた方がいいと思うけどな。なるほど。そう、クールタイムを増やしたから強いウルト使えるとかじゃない。そう言っても理不尽押し付けれるじゃん、まだ。うん、じゃなくて、スキル自体弱くして、どんどんもっとウルト使えるにした方がいいんじゃないの。じゃあもう楽しそうだけど。バンガのスタン消して、もっと回転速くするとか、ホライゾンウルト全然吸わないようにして、もっと使いにするとかじゃないと。一生、だって、ね、ウルトある状態で理不尽押し付けられますって事実は変わってないんだよ、これ。まあね。って言ってもね、変わらないんですけどね、僕は。変わんないよ。僕が電話しても、着信拒否されるだけですけどね。タピさん的にジブはどうなの、最新ジブは。いや、変わんないかな、特に。別にウルトが上がったから、ウルトが遅かったから弱いとかじゃないからな、今。結局、視野のアビリティもそうだし、ドーム入ったところに視野ビ3人食らうのは当たり前だし、結局、モカタだけつけられたら何もできないし、うんうん、モクデジで何もできないし、そのなんか、自分のドームに対して、じゃあ、ピースキーパー、ショットガン持とうねっていうのに対して、モカタだけつけられて、デジスコ、SMG、で負けるし、うん、その環境に合ってないのかな、うん、今 SMG 環境なのにショットガンを使わなきゃいけないジブドーム、うん、ヒットボックス世界で SMG でボコられる、うん、もうそれってどうなのって感じだから、ウルトガとか、ウルトが短いとかじゃねえんだよな。レイペックスやってんのかな本当に。今どん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 不満がなんか。なんか俺変なこと聞いたいの。なんかね、俺ちょっと動画でしか見たことないやつ来たんだけど。なんか思うんだよな。